お、俺は鋼塚というものだ。かまど炭治郎の刀を打ち持参した。あ、かまど炭治郎は俺です。中へどうぞ。この中に日輪刀が入っている。俺が打った刀だ。あの、お茶入れますから中へ。日輪刀の原料は太陽に一番近い山で取れる正常飛砂鉄と正常飛鉱石。あの、どうぞ中へ。それで日の光を吸収する鉄ができる。そうですか。じゃあ家の中へ。陽光山は一日中日が差している山だからな。曇らないし雨も降らない。雨が降らないってことはそれだけ不純物のない日が集まるってことだ。え、ひょっとこ？反応なし？相変わらず人の話を聞かん男だな。よくよく見るとお前、格尺の子じゃねえか。こりゃ縁起がいいな。いや、俺は炭十郎と喜恵の息子です。そういう意味じゃねえ。頭の毛と目ん玉が赤みがかっているだろう。ひし事をする家はそういう子が生まれると、縁起がいいって喜ぶんだぜ。そうなんですか。知りませんでした。こりゃ、刀も赤くなるかもしれんぞ。なあ、鱗滝。ああ。さあさあ、抜いてみな。日輪刀は別名、色変わりの刀といってな、持ち主によって色が変わるのよ。黒いな。え、黒いとなんか良くないんですか？不吉ですか？いや、そういうわけではないが、あまり見ないな、漆黒は。俺は鮮やかな赤い刀身が見れると思ったのに。いたたたた、危ない。落ち着いてください。何歳ですか？37だ。くしょー、なんでだよ。落ち着いてください。お、かまど炭治郎、指令を伝える。北西の町へ向かえ。喋ってる。鬼狩りとしての最初の仕事である。心してかかれ。え、今仕事って？北西の町では少女が消えている。まいよ、少女が、消えている。支給された鬼殺隊の隊服。体によく馴染む。よし。
この大福は特別な繊維でできている。通気性は良いが、濡れにくく燃えにくい。雑魚鬼の爪や牙では、この大福を裂くことすらできない。それは？鬼となった者は日の光に当たると消滅する。しかし、これからお前と禰豆子は共に行動する。ならば、昼間のうちに妹を背負う箱が必要だろう。そこで、非常に軽い切り雲杉という木でこれを作っておいた。岩漆を塗って外側を固めたので強度も上がっている。多少の衝撃にも耐えられるはずだ。はあ、ありがとうございます。それと、炭治郎。はい。お前が鬼殺隊の任務を始めるにあたって説明しておきたいことがある。鬼にはいくつか種類がある。血鬼術という特殊な術を使う鬼は異能の鬼だ。今後はそのような鬼とも戦うことになるだろう。その者たちとの戦いはこれまで以上に困難を極める。だが、鬼を倒し辿っていけば、いずれ、禰豆子を鬼に変えた元凶に届くやもしれん。人間を鬼に変えられる血を持つ鬼は、この世にただ一体のみ。今から千年以上前、一番初めに鬼となった者。つまり、それが、お前の家族の仇だ。さらにそいつならば、妹を人間に戻す方法を知っているとわしは思っている。その鬼の名は、鬼舞辻無惨。鬼舞辻。無惨。人を鬼に変えられる唯一の鬼。ということは、禰豆子を鬼にしたのも。そうだ。鬼となった者は、誰彼構わず人を襲い、そして、喰らう。それが親であろうと兄弟であろうと関係ない。理性では衝動を抑えられない。それが鬼という存在。そう思っていた。禰豆子を知るまでは。禰豆子は鬼だ。それは間違いない。しかしこれまで一人として人を食ってはいない。禰豆子は弟を守るように倒れていました。誰も食べていません。わしはこれまで多くの鬼を見てきたが、そんな事例は一度として聞いたことがない。では、どうやって禰豆子はこの状態を保っているか。これは憶測だが、禰豆子は人の血肉を食らう代わりに眠ることで体力を回復しているのかもしれない。眠ることで体力を回復。さっきも言ったが、これはわしの憶測だ。外れているかもしれん。禰豆子と共にいるのはお前だけだ。妹の観察は怠るな。いいな。最後にもう一つ。気休めにしかならんかもしれんが、禰豆子が眠っている間に、わしは暗示をかけた。人間は皆お前の家族だ。人間を守れ。鬼は敵だ。人を傷つける鬼を許すな。とな。炭治郎、お前が妹を守りたいという気持ちはよくわかる。だが、禰豆子は今、鬼だ。つまり、必ずしもお前が守ってやらねばならぬほど
弱いわけではない。何にせよ、これから任務が始まる。本当の意味で鬼との戦いだ。無事に二人で戻って来い。お前なら大丈夫だ。はい。ここか。特におかしな様子はないけど、でもかすかに嫌な匂いがする。調べてみよう。ありがとうな。え？お？うん。ん？ありがとうさん。こら。もう。あのね、あのさ、ほら、かずみさんよ。かわいそうにやつれて。一緒にいた時にさとこちゃんがさらわれたから。さらわれただって。さっきの人、事件の関係者なんだ。かずみさん、ちょっとお話を聞きたいのですが、いいですか？ここで里子さんは消えたんだ。信じてもらえないかもしれないが。信じます！信じますよ！信じる！かすかに鬼の匂いが残ってるけど、まだらというか、変な感じだ。この子は一体何なんだ？
この町に鬼がいるのは間違いないけど、まだ情報が足りない。日の入りまで残された時間は少ない。夜になるまでにできるだけ鬼の情報を集めて居場所を探らないと。上に移動してみるかな。あのね、しまった。夜になってしまった。鬼の匂いはするけど、まばらだ。他の匂いに混ざって、やっぱり嫌な匂いがする。
きっとそれが女性をさらっている鬼に違いない。これまでの情報を整理しろ、炭治郎。そして集中するんだ。匂いの跡をたどればきっと見つかる。あの、急げ、慌てず落ち着いて急げ。匂いをたどるには上に登る必要があるな。下に行けそうだ。集中しろ、匂いを見失うな。匂いをたどるには上に登る必要があるな。ここから上に行けそうだな。ここから下に移動できそうだ。下に行けそうだ。この先だ。準備はできているな、炭治郎。行くぞ。間違いない。ここだ。今ここにいる。どこにもいない。だけど、匂いが一番濃い場所。ここだ。そうか、この鬼は地中に潜ることができるのか。
なんだあいつ。さらった女の人たちはどこにいる？さらった？じゃあ、あいつが。この匂いは、やっぱりもう一人。壁からも！あー！小僧、なぜ人間の分際で鬼を連れてる？禰豆子、やれるのか？三人とも全く同じ匂い。一人の鬼が三人に分裂してるんだ。貴様！邪魔をするな！女の鮮度が落ちるだろうが！もう今その女は16になっているんだよ。早く食わないと刻一刻で味が落ちるんだ。冷静になれ、俺よ。まあいいさ。こんな夜があっても。この町では随分16の娘を食ったからな。どれも肉付きがよく美味だった。俺は満足だよ。俺は満足じゃないんだ俺よ！まだ食いたいのだ！かずみさん、この人をお願いします。化け物、一昨晩さらった里子さんを返せ。里子？誰のことかね。この収集品の中にその娘のかんざしがあれば食ってるよ。それは里子さんの お前が許せない。その女は俺のものだ。女を返せ。貴様には破れない。待て、禰豆子、絶対に無理はするな。危なくなったら引くんだぞ。たかが人間ごときが俺に勝てると思うなよ。たまらなく破れるものなら破ってみやがれ。無駄だ。お前たちからは腐った油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した？一体どれだけの人を食べた？女どもはな、あれ以上生きていると醜くてまずくなるんだよ。だから来てやったんだ。俺たちに感謝しろ。他の二人は？スタン！俺を引きずり込むつもりだ！禰豆子！俺は下に行く！二人を守ってくれ！守る！無理に決まっているだろう！女は俺のものだ！人間は弱くなさ
ただそれだけの存在だぞ。ちぇ、意味のわからんやつだ。こいつ異能を持っていないのか。俺が負けることはない。邪魔をするな。邪魔なんだ。どうか。よれんじゃねえ。俺はなめんな。こんな強いやつ、何の異能も使えないようだが、それでもこの強さ。邪魔をするな。なぜこれほどまで。おのれおのれおのれ。そうか。邪魔なんぞ。こんなことがあってたまるか。その面に刀開けてやるわ。ねじれ渦。妹に触るな。鬼仏寺無惨について知っていることを話してもらう。言えない言えない。喋ってはいけない。私のことを誰にも喋ってはいけない。喋ったらすぐにわかる。私はいつも君を見ている。言えない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 んだよ。自暴自棄になってる。この状態は何をするかわからない。危険だ。素早く奴の首を切る。
腐った油のような匂いがする。ひどい悪臭だ。一体どれだけの人を殺した？ああ、何も聞き出せなかった。寝てる。傷を回復するための眠りか。ごめん。ごめんな。もう少し待ってくれ。兄ちゃんがきっと人間に戻してやるからな。かずみさん、大丈夫ですか？婚約者を失って、大丈夫だと思うか？かずみさん、失っても、失っても、生きていくしかないんです。どんなに打ちのめされようと。お前に何がわかるんだ！お前みたいな塊！俺はもう行きます。これを。この中に、さとこさんの持ち物があるといいのですが。君も同じだったのか？そうなのか？すまない！ひどいことを言った！どうか許してくれ！すまなかった！痛ましい手、固く鍛え抜かれ分厚い、少年の手ではなかった。かずみさんは、本当なら何事もなく、幸せに生活できるはずだった。でもそれは、一瞬で壊された。俺だけじゃない。どれだけの人を殺し、痛めつけ、苦しめた。鬼舞辻無惨。俺はお前を、絶対に許さない。絶対に！